チェイス、皆様こんにちは、チャイと申します。それでは、第3回実況者杯の方をやっていきたいと思います。第2組予選の主催となりましたというわけで、まあ緊張の中いつも通りこんな感じでいきたいと思います。さて、総勢48名のルーム戦となります。でそのうちの2組となります。で皆様よろしくお願いします。さて、キノピオファクトリーからのスタートですね。予選で上位6位の人が準決勝に進めます。これは緊張しますね。久々ですからね、6ヶ月ぶりのね、6ヶ月じゃないな、前回がね3月だったんで9ヶ月ぶりですね。9ヶ月ぶりの実況者となりますね。しかも年末というね、なんという演技のいいあれですよね、流れっていうかやっぱりみんなファンキーコングとかが多いな、怖いなOK 処理完了。もう後ろでくすぶってるぐらいだったら前出ますわよいしょ、もう手加減なしですよ。軍曹さんやっぱり来るね。軍曹さんがやっぱり前出るか。どう、深かった、あれ違うか怖い、よいしょ、キラーが来るけどまあ大丈夫ですねおーちょっとラグいいな、オッケーナイス。でここで変わるんだよね、これ時読みじゃないよね。お、あ、あう、大丈夫だな、よし。あとは軍曹さんはどうするか。あ、ミネ君それ持ってんの、おう、ナイス、いい位置でサンダー来たかな。あ、でも回避がいますね。あ、回避でもしたけどミスってるな、大丈夫かな。とりあえずまあ最初1位狙うとかではなくてね、2位とか3位とかキープするのが安全かなって思います。はぁ、前迫んないでね。おっ、まあ当たらないか、 OK、 あー取れない、赤コーラここで防げばなんとかなる。またサンダーか、溶けそう、来てほしいな来ないですね。とりあえず上位上位上位、ナイス、いいよ、お、これだ、来た、しゃーありがとうトゲゾウさんに感謝ですね、これは行幸発生ですよ、最初からありがとうございます。いきなり1位ですね、これは幸先がいいなはい、というわけでまあ時計を味方にして行幸で勝利しましたはい、では続きいきましょう、2コース目、はい、 I love snow boss というわけでやっていきましょう。 I love snow boss って言ってますけど、残念ながら自分は I don't know like snow boss、 えん、損したそう、1スタートでもったいないいやまあトゲ食らわないというのを思えばなんとか。ただね、ここのコースはあんまり打開が効かないかな、その辺を考えて早めに前でよ、おっと、そのシーンかな、バナナが来てびっくりした、危ない、やっぱ2段やってくる人はやってきますね。ここは回避し狙おうかよいしょ、それは大丈夫だね、大砲ではウィリックされますね、大砲の後かな、どうだ、まだ使わないか、よっしゃ大丈夫だな、よし、ここで行こう、キンキのもう前出るか、出ないですね、サンダーは、よいしょ、どう、いきなりもう前出ましょう、後ろでくすぶってる暇があったらもう前で突撃するぐらいの勢いでいかないと、
お、もう2位まで上がって出てないか。まあいいや。3位をキープしよう。さて、ここからが怖いな。一番怖いのは3周目のね、落としサンダーですからね。トゲゾウが来たか。あら、軍曹さん、またトゲ消しちゃったのね。オッケー、リクさん、かい、あー、もう、行こう。オッケー、危ねえ、またトゲゾウ行った。さて、これは順位をキープしよう。あ、ちょっと3位キープ、3位キープ、おし、あぶねえ。どうした、危ない危ない、ミスなければ2位だったかな。おー、なー、2位に下がっちゃったか。まあいいでしょう。うん、うー、まあ焦らず焦らず、一歩一歩ですよ。それでは次行きましょうか。わあ、この運ゲーですね、キノコキャニオン。さあ、どの位置でね、サンダーが落ちるか次第ですよね、このコースはね。サンダーが落ちなければそのまま前行けばいいんでしょうけど、サンダー落ちるかどうかだからな、ほんとそれ次第ですからね。よし、当たれ、よーし、自分に当たるっていうね。あー、もうテンプレすぎますね。よっしゃ、スター引いた。ここでいきなりスター引いて、おーおー、なんか前譲ってくれた。多分チェケボンでも食らったのかな。怖い、もうサンダーさ対策しちゃってる感じかな。んーと、あー、でも落ちてるからな、何年か。まだ来ないでしょう。あそこじゃまだアイテムは引けないから、まだまだだな。うん、ここでは振らん。なこで手と食ったりするときもあるから怖いんだよな。こっち行きましょうか、とりあえず。あー、怖いな、後ろから。うちではこうすりゃいいんですよ。ほい、来ない。うーん、サンダー来ないか。でも今来ちゃダメよ、1位脱がすから。うーん、6位ぐらい下がっとくか。あー、ダメだ、当たらん。ちょ、待って、スターが迫ってる、怖いな。トゲゾウの音は特に聞こえないですね。こっち行けばとりあえずは安全か。おーし、おお、これはありがたい。とりあえず3位キープだ。トゲゾウ行け、トゲゾウ行け。もうアイテムはないんだからな。おっ、 OK、 3位。ふう、よし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 、いいんだいいんだいいんだ、1位じゃなくていいんだよ。うん、1位じゃなくて予選突破ですから。もうあんまり1位に越してしすぎると逆に負けてしまいますからね。まあそこにだけ注意してっていった感じです。さあ順位はこれで自分とリクさんが並ぶった感じですね。さあ最終コースいきましょう。40ポイントいきたいな、このコース、このグランプリだけで。ラスト、ザ・ SFC マリオサーキットですね。あの大会で軍曹さんが引いてしまったこのコース。さて6位狙って、キンキロ取れるかな、トリプルかい。うーん、まあいいでしょう、前出ましょう。前が前の人をどんどん潰してくれれば理想なんですけどね、展開としてはね。よし、ここでミネ君を抜かしておけば赤はOK、 あとは藤尾さんだけだ。うーん、これで2周目か。トゲゾウ受けずに、とりあえずサンダー回避はもう順位的に無理だから、トゲゾウ受けないだけ。藤尾さん相手持ちか。あ、いや、でもどうだ、楽かな。
まあ2位をキープしましょう。むやみに地位立たない方がいいな。おっとチケボンかな。ラグいな、若干ラグがあるから、うん、ちょっと誰が1位かわからない時もあるけど、あるけどじゃない、なんだ。2位間違いが多いですね。早速ね、藤尾さんの仕掛けだけにとりあえず注意しよう。偽も来ないからよし。あ、もう引っかかってるし、早速やばい、キノコ出ない。よし、オッケー。うーん、2位かな。あ、回避は後ろの方でしかいないから、あ、一応いるけど、この距離だったらまあ大丈夫ですね。結局溶け損ないか。うわー、これはな、もったいないな。オッケー、2位47ポイント。これは大丈夫かな、予選突破したかな。ありがとう、皆さん。何がありがとうだかわからないけど、いやー緊張していますけど、よかったよかった、いきなり47ポイントで。はい、それでは、第1グランプリはこんな感じとなりました。では続いて第2グランプリへ行きましょう。さあ第2グランプリ開始します。で、第1コースは6番クッパキャッスル。さあ角があるんで壁ゴンには注意したいね。さあ1グランプリ目でね47ポイント取れたから若干気楽にいけるかなって感じですけども、やっぱりね勝ちには行かないと、万が一ってこともありますから。よし、とりあえず強敵軍曹さんを抑えて、だー、ちょっと、おお、もう切れてるかと思ったのに、キラーの効果はまだ切れていませんでしたと。というわけか、ああ、なるほど。ではでは、ここでキチクパ仕掛けていけなかったか。クモだしさ。はい、藤尾さん、ありがとう、ありがとうございます。すいませんね。これが勝負なんで、ね、雲は私に行きます。また引かれる。やばいやばいやばい。また引かれますね。2グランピン目になって急にド M プレイじゃん。おっ、オッケー。これは大丈夫だ。ここで、スターをどこで使うかですよね。2周目のね、最初で来ると思うんだけど、来るよね。あー、今キラー使ったからな、どうだろう、速さ的に来ないな。ですよね、まだ来ないでしょ。でももう一個はスターあるからまだ大丈夫。うん、今度こそ回避できないと。オッケー、まあ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 、オッケー、3位まで上がれたな。さあ、あとは2位ですね。2位をキープして、エドワーズさん、なんか持ってる？持ってないね。さっきのサンダーで落としたな。さて、2位待機かな。ちょっとよそ見は禁物。どのタイミングで来るかだな。おし、ない。とりあえず防御アイテムがあれば2位はキープできるんで、はい。見せぼじゃちょっとな。あー、ちょっと怖いよ怖いよ。バナナはまあ内側に置いてくるのはもう分かってるんで。甲羅だけなんですね、怖いのね。タイミング的に甲羅だけが怖い。よし、オッケー、3位引っ掛けていくのはいいな。トゲ族来いよトゲ族来い。来ないな。お、サンダー来た。さて、ちょっと何壁ゴンしてんの。あれほど懸念した壁ゴンをしてしまうっていうね、まさにこういうクオリティですよ。これ間に合わないでしょ、赤コーラは。ダメだ。んー、まあ順調順調、オッケー。トゲゾ結局来なかったな、それは残念ですね。まあサンダー、あれだけミスってサンダー回避できて2位まで上がれたっていうんだったら上出来かな。よし、というわけでこれで総算59ポイントですね。2グランプリ目との合計ポイントで、決勝に進める6人が、決勝じゃない、準決勝に進める6人が決まります。
よし、じゃあ行きましょう。次のコース。さて、ワリオ鉱山ですね。落とされるのが怖いけど、周りはマッハバイクしか今見えなかったから、どれは大丈夫かな。よし、安定。あー、危ないな。ここで引っ掛けよう。で、ここでちょっと引き離していこう。小回りを生かしましょう。ファンキーの方はね、スピードある分小回りは若干効きづらいから、よし、 OK。 で、ここでこっちに来る人もいるでしょうから、ここに仕掛ける。よし、うまく処理できた。あとミネ君か。よし、2位のミネ君をどうにかせねばな。やっぱ早いな、ミネ君は。昔から一緒にマリカやってきた仲なだけあってね、長い付き合いですからね、もうマリカ的にも実況的にもね。さて、そう、ここでサンダー来たけど、回避はいるけど後ろの方だな。ここら辺でこのジャンプするところでサンダーが来なかったのは幸いかな。これ来られたらさすがにきついですか。もう完全に僕潰しですわ。これは無理やりに行くと引っかかるからやめとこう。よし、甲羅がいいな。ここはこのコースは甲羅が効果的ですね。跳ね返りが結構あるから、甲羅か、あ、偽ボムいいな。うん、このね、上の坂からの甲羅は結構鬼畜なわけだけど、当たんないな。なんとかミネクに当たればいいんだけど、土下座が来なくからまだいいんですけど、うん、そんなこと言ったらね、やばい、絶対やばい。おい、うん、当たらん。おい、お、先にサンダー来た。さてと、もう完全にミネクとマッチレース状態ですね。こっち行こう。あー、これは危ない、ダメだ。お、引っかかってくれた。オッケー、助かった。オッケー、行行行行、ごめんね、ミネくん。行行。まさかの、またトゲゾウに助けられという展開ですね。あー、よかったよかった。めっちゃ運いいですね、今日。自分でもびっくりしましたよ、これは。まあ、あれですね、あの赤コーラ当たんなければそのままゴールできたから、うん、どうなってたんだろう。まあ、どっちにしても1位取れてたってことでいいのかな。というわけで次行きましょう。さて、3コース目、デイジーサーキット。さあ、デイジーの名前にふさわしいコース、いけるかな。ここはタイムアタックでも結構やってるコースなんで、やっぱ前攻め、前に行きましょう。むやみに後ろは迫らせない。ハッシーさんに前行かれちゃったけどね。よし、この緑コーラが怖いですね、ここからのね。まあ大丈夫そうかな。あまり後ろついていくと危ないから。よし、軍曹さんが赤コーラとか持ってなければ。よし、まあ、こっちはキノコだからな。よっしゃ、むやみに強引に潰しちゃった。赤コーラ強引に潰したけど、まあ3位に下がっちゃいましたね。まあキノコ持ってもしょうがないから、これはバナナで後ろ潰すか。軍曹さんバナナにかかったもん。さてと、ハッシーさんたちを仕掛けね。当たんな。くそ、おい、あぶ。ああ、どっちがトゲつけてたのかな。アンソニーさんが来てる。うん、グンソさんもハッシーさんもやられちゃった感じか。おい、ダメか。あ、ありがとう、ラッキーサンダーですね、今のは。これミネ君に注意して、引かれる。おい、トゲゾの音が聞こえたような気もしなくもないぞ。はいはいはい、もう一回サンダー来る可能性もあるかな。よし、ここで確実に、怖い。もう使う。サンダー、サ
サンダー来い。よし、2。トゲゾを受けたのが痛かったな。さて、3コース目終わりまして、これも2じゃなかった、抜かせてなかったんかい。まあ37ポイントですね。もう次1位と完璧に取っていけたらって思うんですけど、まあ欲を言わず安全に行こう。いや、何の意味もないよね。あ、画面だけ映ってなかったっていうね。お疲れ様でした。